ゆきよ、ビリヤードチャンネル。どうも、カップラーメンのお湯は少なめ、濃い味派のゆきよです。今回はハーストーナメントの解説してみた第2弾です。途中で配信が途切れてしまってて間が抜けていますが、素材動画がなかったので使うことにしました。相手はまたも B 級の方、ブレイク後セーフティをしようとしてスクラッチした球が回ってきました。4番、5番をコンビで行くと残り球が難しそうだったので、先に5番を処理しに行きました。あとは1番も一緒に入ってくれた方が簡単なのでお願いショットしています。お店にブランズウィック6が導入されて初めてプレイしたので、怖いな怖いなって思いながらついています。8番をサイドに取ると振り次第では9番に出すのが難しくなります。6番がクッションにタッチしているので、ある程度振りを作ってバタで7番を右上のコーナーに取りたいですね。新那社なこともあり引けてしまったので熱くなってしまいました。今見ると新付近を叩いて横に流すことができそうですが、この時は熱くなった、じゃあ引くかって思考に陥りました。ただやはり難しい、クソみたいなショットしてぶっ飛ばしましたね。相手の方も6番を失敗したので現状で回ってきました。これはバタでも引っ張ってもどちらでもいけますが、先玉の速度のイメージのいい方を選択しました。9番の位置が先ほどより楽になっているので8番サイドポケットも視野に入ってきたので余計頭がバグってきています。もう少し強ければ7番を入れた後、下側のターン、ちょうで8番左上コーナーをシンプルに取れたんですが、熱くなってしまいました。こうなってしまうと利きで横切るラインになるので、サイドかコーナー予定でできるだけ8番の近くを通したいですね。以前に出した動画にもあるように、利きは苦手な分類に入ります。できるだけ失敗した時に積みにならないような選択をしてしまう癖があります。入れの厚みが予定より厚く入ってしまったので、どんどん手玉が遠ざかっていきますね。クソ難しくなったのに平成を装っているので構えるのが早いですね。入った瞬間よかったって思ってますよ。もちろん真顔ですが心臓はバクバクです。周りで見ていてくれた人がナイス言ってくれたので、キモいダンスを踊っています。それくらい余裕はなかったですね。そういえば最近いろんなお店で YouTube おすすめに出てきたよって声をかけていただくことが増えました。嬉しい反面、なんか知り合いに見られてるのかって少し恥ずかしくなっています。意外と皆さんチャンネル登録もしてくれているので、できるだけボロが出ないように普段から頑張ろうって思いました。この前のセンターショットチャレンジはお店で流していますって何件も報告いただいて、ほんと試合並みに緊張していましたね。現状のレベルを赤裸々に公開して役立ててもらうのが僕の YouTube だと思っているので、これからもたくさんボロを出していこうと思います。ほら、1ヶ月経っても変わらない僕のクソブレイクです。3配信が途切れて再開した頃に回ってきたこの9番。なんと、リーチをかけられマス割りの9番を失敗してくれました。あっぶねー。これを入れれば僕もリーチになるので追いつくことができます。正直入れには自信がある方ですが、緊張した場面のこの球は嫌で仕方ありません。よく入れた。これはもう技術とかそんなの関係なく、メンタル部分も大きいと思います。自分を褒めてあげましょう。さあ、注目のブレイクです。2マス目のブレイクスクラッチで取り切られているのでミスは許されません。反対側に当たりましたね。マジワロタ、桁すぎますね。この配置ですがキーポイントになるのは3から4番ですかね。
どうやって取るべきなんでしょう。1番、2番、3番の関係的に、3番は左上のコーナーに絞られるので、できれば4番は右下コーナーに取りたいですね。ただ5番が結構やらしいので、もし3番にいいとこに出せるなら、4番サイドの方がリスクが少ないかもしれません。とりあえずこの1番から2番は、厚くしてしまうと、詰みになるので、少しリスクはありますが、引いて3番の横からこんにちはさせに行きます。少し行き過ぎましたが、ショートするよりはいいので、想定の範囲内です。ここなら、転がせば少し遠くなるけど、3番に厚く出すことができそうです。むしろ玉星なので、転がす以外の選択はないかもしれませんね。うまく転がせましたね。ここなら4番サイドに取れそうです。あとはここさうまく出れば開けた配置になりますね。おお、10回に1回が出ましたね。ナイス。まっすぐならストップショットで5番にちょうどいい振りができそうですね。一旦やめましたね。これ実は少し5番方向に振りがあるんですよ。もし薄めに入った場合5番にかなり近づいてしまうし、ゆっくり転がすと5番入れたらスクラッチする位置に転がってしまいます。お互いリーチの場面なんで失敗したら負けます。時間かけてますが、これはしっかり決めてから突きたいですね。結局手玉が土手になるの覚悟で転がしましたね。ですが予定より少し薄めに入ってしまったので、5番に対して予定より薄くなってしまいました。一応想定してたので5番は入れ込んしましたね。この球以前までは逆上で出していました。最近はちゃんと芯の動きの練習をしているので、角を巻いて8番にある程度厚く出そうとしていますね。しっかり角を使えましたね。こういうのできると嬉しいです。こういう8番から9番、右に出すか左に出すか未だに迷います。この台だと穴が狭く、先玉のスピードを上げたくないので転がしますが、緊張している場合タイミングが合わないと外れることありますよね。なので普通のポケットサイズの場合はしっかりついて左側に出すようにしています。合ってますかね。わかりません。なんとか最後のマスは取り切ることができましたね。裏マスされるわ、マス割りされて負けかけるわ、焦りましたが、ちゃんと自分のペースを乱さなかったのは成長しました。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も役に立つような動画を出せるよう頑張りますので、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。マジでやる気出ます。